NHK をぶっ壊す。簡単に概要をお話をします。東京都の委託事業をコラボなんですけれども、これはですね、国民の税金が使われているということでございます。まあ、主に東京都が関わる話ではあるんですけれど、まあ、一方で国の税金もですね、まあ、入っているということで、まあ、私はですね、12月6日だったかな、はい、参議院の総務委員会で、このコラボの問題、5分ほどですけれど、まあ、扱わせていただきました。で、このコラボに関してはですね、まあ、委託事業と東京都から委託されてやっているんですけれど、まあ、やっぱりね、税金が使われているということで、やっぱりその税金をどのように使ったかっていうのはですね、まあ、しっかりと、まあ、報告書を作ってですね、まあ、しなきゃいけないんですけれど、まあ、それがですね、やっぱり不正会計疑惑などということで、ちょっとやっぱりずさんなんじゃないかということでございます。で、まあ、それに対してですね、そのコラボの、まあ、やってることに対してですね、やっぱりおかしいということで、まあ、ひまそらあかねさんがですね、住民監査請求を、まあ、送ったということなんですね。この住民監査請求に対してですね、コラボが弁護団を組んでですね、リーガルハラスメントだなどとですね、まあ会見までしたわけなんですね。まあある意味ですね、この記者会見というのはですね、まあ一般人男性をですね、いじめる、まあすごいね、まあハラスメントだと思うんですよね。そんな中ですね、まあひまそらあかねさんはですね、まあいや、本当にすごいなと思うのはですね、もうメンタルがすごい強いし、そういうね、コラボのね、いろんな資料も読み解いて不正をね、見つけていく能力もね、本当にすごいなと思うわけなんですけれど、はい、この住民監査請求がですね、まあ結果として、まあ監査として正当だと認められてですね、で、最終的な結果、東京都に対してですね、まあいろいろと是正勧告がなされたと。2月28日までに、これこういうことをしろというですね、まあ勧告が出されたということなんですね。